が井上拓郎さん、はい、そしてフォトグラファー映像作家の上田浩二さんです。上田です。よろしくお願いします。はい、それではお二人よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからちょっと40分お時間いただきまして、えー、まあワンオペビデオグラファー必見ということで Z9、Z8 で両立する効率と創造性というこうなんか難しそうなテーマですけど、そうですね。 いいことを喋ろうかと思ってます。はい。はい、実は僕がチャット GPT で半分考えてます、ね。そうなんですね。<laughs> はい。全部 AI です。<laughs> はい。ではですね、まあ今回皆さんあのまあフォトグラファーの方だったりビデオグラファーで個人でやられてたりと、まあ多分僕らと同じような方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、ね、まあ。 やっぱりワンオペでどういうふうに機材を運用したり、まあ、どういうふうに効率よく納品しているのかとかですねそういうお話ができればなと思っておりますまずあれでですすかねね皆様<あ>映像やってるかそうです、ね、まず写真だけですって方どれぐらいおられますか今のお仕事だとすれば、はい、いビデオが動画が多いですって方はあ、そう方う<ー>まだ今から考え中って方はどれぐらいですかね。 そこまではいないか <laughs>。<laughs> まあいろいろな方がいるということで。そうですね。わかりました、はい。では早速ちょっと自己紹介含めちょっと井上さんの方から。はい。はい。そうですね。っえっと私山とか自然の映像を中心にあの撮影しております井上拓郎と申します。えっ、ー、ともとは観光の映像とかが多かった。 んですよねまあ、いわゆるビデオグラファー的な仕事多かったんですが、えー、と最近はあの観光系以外にもあの博物館とかパビリオンの映像が多くなりまして、まあ、その多くなったきっかけっていうのが、まあ、8K とかっていうのがあるんですけどそういうお話を今日できたらなとは思っております。あとあのダビンチレロブっていうあの映像ののソフトの本もあの 原稿者さんから出してるんで、あっちで売ってるんで、<laughs> あの鈴木さんの本と合わせて買ってってください。今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では、僕の方はですね、えー、僕はですね。えっ、ー、とまあ、フォトグラファー兼まあ、映像作家ということで、えー、まあ、写真と動画半々ぐらいでやっております。で、えっ、ー、とまあ、主にはですね。メーカーさんの仕事が一番多いんですけれども、まあ,あとはえー。まあ 工事現場とか結構多くてあの例えば広島市の水道局とか、まあ、そういう硬いところの仕事とかですね、あのいろいろ、ね、やってます、あとはあの、まあ、インタビューとか,あとなんですか、ね、プロモーション系の、ね、動画が多いので、まあ、写真も撮って動画も撮るみたいなのがほとんどの仕事ですね。だから ハイブリッドなちょっとカメラが必要ということでニコンをね使っています。うんすね、はい。最適ですよね。そうですね。なのでまあちょっとその辺もねご紹介していきたいと思います。でまず最小限の機材でまあ表現をアップするっていうやっぱりあのたくさん荷物持っていければいいもんですけど、うんはい、まあそうはいかないじゃないですか。か、ね、我々大体一人でやってますからね。はい。はい、なのでそうなってくるとまあフォトグラファー、ビデオグラファー一人に、えー、まあアシスタントが運良ければつけれて。はい あとはみんなに手伝ってもらうららいですよね手伝ってもらうとかいうことは逆にあるんですけどでもなるべく一、ね、人で持ち運べる、まあ、車で行ける時はいっぱい持っていくんですけど、まあ、僕なんて山とか自然の中なんで自分の足で使っていかないといけないんで、うん、荷物はなるべく小さくっていうのが基本です。はい、という時にやっぱりフォーマットを揃えておいた方が楽っていうのもあって、まあ、同じメーカーで行ければですね、まあ、動画と静止画分けちゃうとどうしても。 荷物は倍にならなっちゃうじゃないです僕もシネマカメラとか、はいまあ、未だに使う時はあるんですけどやっぱそういう時はスチールも結局別に1台持っていかないといけないんで,、うん、でレンズのマウントも違うから結局倍以上の荷物になっちゃうんですよね、うん、そ,うそういうことを考えた時に1つで、まあ、今ねいろんなカメラ 1, 1>,、うん、1台2役は当たり前になってるんですけど、まあ、そこをどう。 まあ効率よくね運用していけばいいかっていうのはちょっと今日お話をねしていかなきゃいけないんですけれども、本当にまあコンカメラ自体はねパッと見ると大きめではあるんですけれども、マルチにこなせるっていうのがまあニコンのカメラなのかなというところですね。井上さんのスタイルっていうのは、今、ここにある雰囲気ですかねそうですね、僕、大体三脚とスライダーが多いです、<多い S 2> あとカメラですね、レンズ、大体2本とか3本とか持っていく感じなんですけど。 大量にじゃあレンズをもう持ってるだけ持っていくとかはないですか、プロジェクトに応じて。ないですね。うんまあ、車の中に積んでるとかいうことはあるんですけど、うんまあ、例えば山登るときとかは、本当に12、十、うん、4 120と、はい、あと14、24という、まあ、超高額と、その2本でこなしています。結構、やっぱり動画の場合、使うレンズが、ね、結構、絞られてくる場合もありますよね。 まあただ、ね、ボケとか印象的な表現を増やしたいときは別のレンズを持っていくとかそ僕も単焦点とか、ね、静止画は結構単焦点多いんですけど動画はやっぱり今つけてますが24120とか、はい、2470とか、まあ、そういったまあマルチに使えるものをでも時間なければ手持ちとかで撮ったりするので,あそうですね結構動画の場合、ね、どうしても画角パッパ変えたいですしね。であとは あのこういう自動でこう撮ってくれるスライダーとか <laughs> ワンマンディレクターって言うんですけど <laughs> まさに僕みたいな人用の機材なんですけど、はい、こういうのに1台置いといてインタビューしちゃうとかですねそういったまあちょっとテクニックを、ね、いろいろ駆使しながら1人でこなしてます。ということでまあ今回ですね仕事で使用しているカメラということでもうニコンも、ね、今回非常に増えてきましてカメラ。 はい、驚くほど驚くほどカメラもレンズもそうですね、はい。まあ選べるチョイスが増えるっていうのはすごくやっぱり、ね、そうですね。クリエイターとしてはありがたいですよね。はい、はい。じゃあ井上さんは何をメインそうですね。僕はまあ基本的には Z8 まあ Z9 がちっちゃくなった感じで撮れるものは全く変わらないんで Z8 を使ってますが。 意外と Z9 の出番もまだ多くて、うん、やっぱそれの理由っていうのが一番は耐久性っていうかもう確実に止まらない安心感はあるんですよ Z8 を取れる A は一緒なんですけどやっぱ長回ししてるとまあねちっちゃいボディにいろんな技術詰め込んでるんで、うん、やっぱ熱は Z9 に比べたらちょっと劣る部分はあるんで、うん、そういう時の安心感っていう意味では Z9 を使ってます。 はい、そうですね僕もまあ同じで、はい、Z9 は3台あるので名前つけてるんでしたってて覚えてないただ、Z8 も買ったんですよね。というのもあのやっぱジンバルとか Z9 を必要としないような撮影もあるので、はい、そういった面ではあの実は、ね、結構、G、Z8 を使ってますね。確かにあの 熱問題っていうのは Z9 で一回も考えたことないんですけどやっぱちょっっと気使てでも止まったことはないんですけどね、うん、なんかすごい安全マージンとって警告表示出るんで逆に焦るんですけどうもうちょっとぎりぎりで出してくれて方がいいかなとまた上であのこの後ねワークショップするんですけどその警告の意味とかも、ね、ちょっとご紹介しようと思うんですけど、はい、ニコンは、ね、早い段階で出してきて、ね、心の準備をさせておいてくれるっていう。そうですね、いきなりバツンって切れると、まあ ちょっと待てよってなるじゃないですか。そ,すそれはないですよね。すね。はい。なので簡単に言うと、もう止まるのが嫌な方は絶対 Z9 で、うん、えまあ機動力とあとそんなに長回ししないよっていう方は、えー、まあ Z8 ぐらいですかね。ねまあシンプルな分け方としては、うん、はい。まあ仕事でゴリゴリやりたい人は Z9 おすすめしますけどね。う,ん、そうただまあジンバルが多いとかだったら、あ、ジンバルは確実に高い 8, 8が楽ですね。はい、あのやっぱり背がちょっと低いっていうので、はい。 クリアランスが取れるので、ね、もう片手で全部、ねうん、DJI のジンバルとかにでそうですね RS3 ちょっと Z9 だと辛い時ありますよねちょっと辛い時ありますよね、うん、なのでまあ言ってしまえばこの Z9Z8 っていうのはまあ本当私たちのね必要としてる機能を本当にうまくカバーしてくれてるっていうところで、はい、じゃあやっぱり静止画のイメージがすごくニコンって強いと思うんですねこれはあのでもみんな思ってることですよね、うん、そうですね 皆さんにはね、あの知っていただきたいんですけれども、まあなんでニコンをじゃこう動画でも使うのかっていうところをちょっと深掘りしていきたいと思うんですけれども、はい、井上さんの一番いもうすべての機能とかを含めて一番の理由はなですか、はい。そうですね。僕は内部で RAW を撮れる。 っていうカメラがマストなんですね、うん、仕事的に、まあ、仕事じゃなくてむしろ作品自分の作品作るときに内部でローを撮りたいなっていうのがあるんで、うん、Z9 からなんですけどニコンさんのカメラを使うようになってます、はい、じゃあもう一番は N ローとか N ローですねはい、はい、ってことですねで僕はですねやっぱりあのローも撮るんですけど意外と H.265 が多いんです撮りっぱなしが多いので、はい なので、そういった面でやっぱ僕は 8K が不満なく取れるっていうのは大きいかもしれないそうですね。はいはい。はい、で今皆さんね 8K なんていらないよとかってねいう方も多いと思うんですけど、うん、確かにね 8K で取っても蓋開けたら納品 720P とかっていうのもあったりするのでいるこ、ね、これは僕の 8K 一体何だったんだっけってなるんですけど、<laughs> <laughs> それはそうそれでしょうがないというかね。まあ、なんですけど、あのー、まあ 8K で、うん。 るる技術を持ってる人が今あんんまりいないんですよで。ローとか HDR とか全部このカメラでいけるんですけど、うん、それを使いこなせる人がいないまあニコンさんのカメラ以外でも 8K とかローとか使えないっていう人が多いんで逆に使える人が少ないんですねなんでお仕事が回ってくるんですよ、うん、これどこで作ったのみたいな感じで<う>はい。<し>なん であの僕、さっき博物館の仕事が多いっていうのもそういうんでどんどん話で回ってきて、うん、何 K で撮るって言ってましたっけっ何、K、の最近は 8K 指定なんですよ一番多い時は 14K とかがあったんで <laughs> カメラ2台つないで間ステッチングして長細い映像のやつとかですよねプロジェクター7台つないで横長にするのもあって今、見る環境もないし、うん、使う理由もないっていうのを考える方多いと思うんですけど現 現実だけを見るとそうなんですけど、はい、でも近い将来とかって多分 8K とかみんな当たり前になってきて、ねまあ、8K が当たり前になるか正直分からないんですけど、まあ、4K はまあ当たり前にな,るじゃないですか 4K はもう確実に 4K と HDR っていうのがくるなっていうのがあるんで、うん、そうですねなのでそこで撮れるという機材があるだけでも大きいかもしれないですよね,ですねでさらに技術もあればもう本当に仕事としてやっていけるっていう。うん 取れるか取れないかで言うと取れた方が絶対いいわけですから特に個人で仕事を請け負っていくって考えたら、うんな,ね、なかなかノーとは言わないじゃないですか、ね、8K で取れますかって言った時に、はいにレンタルして、まあ、取れるかなみたいなで,でも環境ないとかだと困っちゃいますもんね、うん、結局、はい、取れると使えるはまた全然別の話なんで、うん、もうガンガン新しい術は取り入れていくとこれからまあ映像 の仕事として食べていくには、うん、やっぱ今メインの技術よりも一歩先でってないと長くは食べていけないのかなという気はしてますそうですねそれは思いますね、はい、やっぱりやっぱ勉強めんどいじゃないですかやっぱり HDR とか大変だし <laughs>、はい、でもそこをやった人が次に、ね、そうですねにく,くわけですからね、はい、だからやっぱり新しい技術はどんどんね入れていった方がいいかなとは僕もね,ね思いますはい じゃあちょっとね僕もねまとめてみたんですけど、まあ今言われてたエヌローとかですね。でエヌロー以外にもプロレズローとかですね、えっ、ー、と H. .265、あとプロレズ 422HQ とかですね。うん、まあいろんなフォーマットがあるので、あのその広いニーズに対応できるっていうのは非常にありがたいですね。そうですね。あのーはい、本当に。 なんだろうエディターさんが別の仕事も多いんですけどそういう時やっぱプレミアしか使えませんとかそういう時もあるんでそういう場合は N ロー読めないんでじゃあプロレスローで撮りますねとかそうだったら 4.1K ですよね逆に H.265 で撮るとかもう本当に1台で使い分けがでできるんですね、うん、これは、ね、で楽ですね。あと解像度が まあ、ローなのに改造とか 8K だけじゃなくて 4K とかいろいろいけるんですよそうですねもう常に 8K が必要ということはもちろんなくて、うん、自分の作品は 8K で撮るんですけど仕事はやっぱ 4K ぐらいが圧倒的に多いんで、うん、やっぱその使い分けができるっていうのはとても便利です結局ローで撮れるけど 8K しか撮れませんだとちょっと効率っていう面で非常に悪くなるのでちょっと、ね、見せれたらこ,こんな感じで。はい、これちょっと ちょっとカメラ、慣れてない機材触っちゃいけないっていう <laughs> い手,で <laughs> 手で手でいきま、はい、これが、ね、8K の 8K は、ね、ちなみに 8.3K60P っていうのまで対応しているのでかなり幅広く、ね、いけます、はい、であのフレームレートだったり 4.1K だと,、えー、と 120P までいけますね。 と、はい、いうふうにもう細かく 5.4K は DX といっていわゆる APSC にできたりとか要は望遠効果が必要とかっていう時もえこういうのをね使えますし本当細かくできるようになってますので皆さんの用途に合わせてねやってもらうといいです、はい、なのでこれ一これつ N ローだけ見てこれですからね、はいはい、はいじゃあちょっと資料の方にお願いしますなののでまあたくさんのフレーム レートだったりフォーマットから選べるっていうのは非常に仕事としては、ね、幅広いっていうところで安心感があるかなというところですね。あとはまあ先ほど言った長時間、本当にこの夏すごい暑かったので多分動画撮ってて泣いた人もいると思うんですよ、正直。<laughs> そうでですねね異常でしたもん、ねでね、もやっぱ、ね、開発する人も大変だと思うんですよ、まあ、あの各社さんね 4K とか 8K とかやっぱ熱でどうのこうのって言うんですけど、うん、やっぱ相当大変なんですよね。はい、でもそこをは僕 一回も止まらなかったです今年の夏。止まらないですね。止まらなかった。Z9 はね、やっぱ強いんで、はい、いやもう正直 Z8 買った時に、<laughs> まあ Z9 も使わなくなるかなって正直思ったんですよ。思った。まあ、小さい分にね、うん、何の問題もないんでね。なんですけど意外とまだ出番半々ぐらいありま、ね、そうですね。うん、なのでやっぱり。 Z9 は意味のあるカメラですね、本当に。で、ファンレスなので、音もしないですし、すごくね、動画のときも。あとはね、ワークショップではちょっと話すんですけど、タイムラプスがすごい、ニコンはタイムラプスすごいので、なんか、の話聞いてたんですけど、すごいので、タイムラプスってやっぱり結構需要のある撮影の一つかなと思うんですけど、そこも安心して任せますし、8K で撮れます。あとオーートフォカスも今や 実用レベルとかね,ね本当にストレスなく使えますしブジンも,、はい、僕も使うようになりました、はい、あとここね、ね結構注目しておきたいんですがフランジバックが1 6ミリなんですね、これ。なのである企画の中で一番短いんですよ、短いってことはいろんなレンズつけれるってことなので<う>アダプターつければ、うん、なので、まあ、Z レンズがまあベストだとは思うんですけど、はい、シネマレンズだったり、まあ、オールドレンズだったり。そうですね 大体この、まあ、ニコンの古い 50mm の F1.4 のレンズはよく使います 8K とかで撮ると結構絵が硬くなるんですね 1>、うん、で1個の作品作る上で雰囲気的に硬くなっちゃうんで、まあ、意図的に 50mm とかの絵を混ぜることで柔らかい雰囲気にするっていうことはよくやります、うん、そうですよねだからやっぱり絵にちょっとこだわりたい時とかに、ね、あえてあのかっちりした絵ではなくて。うん ちょっと柔らかい絵とか撮りたいっていう時もレンズチョイスがものすごくあるっていうのは大きいですね。はい、であとはねあのセンサーシールドって言ってこれはね、はい、動画撮るならもうマストな。 うねスチールの人もね、レンズ交換とかあると思うんですよね交換するときに電源オフにしてれば、が入らないです今まで一回も入ったことないわな。静止画だったら、ちょっとゴミついても、きゅって消せばいいやですけど、動画はそうはいかないんでね、そういうちょっとしたことなんですけど、大きいです、やっぱり外でレンズ買えるのって、リスですもんそうですね、うちもほら、猫7匹いるから、猫の毛が入るの怖いんですよ。 猫の毛は入らないです,か入いです。入らないですか。<う><ー>はい。なんかここの縁とかにはついてる時あるんですけど、まあ、中にまでは入ったことないですね。入ったら地獄ですね。はい。で、えっ、ー、とあとは、えー、まああとでシームレスに静止画取れる。まあこれはまだいろんなメーカー,ーそ,う、ね、そうですけど、まあ基本的にあのニコンの考え方はメニューが分かれてるんですね。静止画と動画っていう風に。なのでレバー一つでメニューが変わってくれるので。 そこのなんかミスがなくて助かりますよね,すね、はい、あとは支援機能とかカスタマイズっていうのはこれまたちょっと後で簡単に話しますけどです、ね、であとは MCN10 ていうあのグ,グリップを使うとです、ね、いろんな撮り方が、ね、できますよっていうのは、うん、えちょっと大きいかなっていうところですね。はい、ではですねじゃあちょっともう少しあの先ほど少し膨らました値段にはなっちゃうんですけど、まあ、ワンマンオペレートの場合1台のカメラでどれだけ 言ってしまどれだけお金稼げるかというとこそうですけど要は一台に投資したものが一役じゃその分しか稼げないですけどやっぱりこのカメラだったら基本的にもすべてできちゃうじゃないですか必要なことっていうのがそこはすごく大きいかなとは思いますね初期投資が少なく済むこういうところで言っていいのか分からないんですけどニコンさんのカメラちょっと安いんですよね他のところのメーカーに。 パッと見た金額と性能がつり合ってない気がします。お医者さんのワンランク上の値段のカメラの性能がお安く手に入るっていうのはね、うん、やっぱお金ないじゃないですかやっぱり投資額は低い方が利益になりますからね。うん かといって別に全然性能を抑えてるわけじゃないんですよ、ここ一番驚く部分なんですなのでそういった面ではすごくやっぱり一台何役っていうのはありがたいと思います。いで先ほど言ったね、ちょっとプロジェクトに応じて、本当、こんなさっきちょっと喋るだけ喋っちゃいましたけどフォーマットがいろいろあるっていうのは、やっぱどんな仕事にでも対応できるっていう上ですごい大事なことなんでこれはもう本当、自分のプロジェクト、 プロジェクト考えててて設定ってしいていくじゃないですかそこで「あこれ外部レコーダー使わないと撮れません」とかって言わなくていいので外部レコーダーやっぱケーブル周りのトラブル何回か今までも起こしたことがあったんでできれば内部でっていう感じで、まあ、僕は基本的に内部ローが撮れるカメラって ってそうですね、はい、特にまあ山とか行くと HDMI、うん、出すわけにはいかないじゃないですか。かばんから出してすぐ撮りたいのにセッティングしてっていうのはやっぱ時間絶対ないんで、うん、もうその一瞬でね、撮り逃しちゃうことってすごい往々にしてあるんで、なのでそういった面ではね、本当に、はい、さすが僕、この H.264 だけ使ったことないんで,すけどあでも H.264 の8ビットって結構求め,てら,求められるらしくて、<ー>うん。 やっぱなそこまでこういう画質求めていないとから、ね、パッて配信したいとかいうときに,にやっぱ8ビットとか h d と2 6 4とかフル HD まででしたっけね、うん、これはねでも、やっぱまだ使われる方がいるっていう,話です、ね、う h d と t 2 6 5は Windows のビジネス PC に入れたら見れなかったです,あですよね,ねあと1 0ビットが見れないとかも結構あるんで8、ね、っぱ t h ット t 2 6 4というのはいまだに需要はあるんだなっていう。ね、なんで一番 8K から下の、ね、ロークオリティのまで対応できるというのはすごい大きいですで、N ローとあとプロレズもローもでしたっけ、あのプロキシがプロキシのファイルが、うん、あのローって重いじゃないですか、はい、なんでパソコンで開けないけどプロキシも自動に同時生成してくれてるんであの、もうディレクターとかにそのままプロキシだけまず渡しちゃうとか、そういうこともできますダヴィンチであのグレーディングするときにプロキシで置き換えてできましたよね。 まあ、ただね、N ローね、まあそこそこのパワー r PC だったらあの、うん、ローのままネイティブで 8K で全然編集できちゃうんですけど、<ー>やっぱこの前は外部で編集だったんでプロチシを渡してやりましたね。うん、はい。まあそういったワークフローもね、うん、全部素材変換して渡して,ってそれだけでも大変ですけど。<laughs> 手間なんですよね。でロケで何しか出ててね帰ってからの。 データのオフロードしてプロッー作ってってやるのがすごい大変なんですけど、まあ、データコピーさえできちゃえばすぐ渡せるっていうのはすごいメリットです、うん、やっぱりワークフローも考えて、うん、やっぱりやっとかないとそうですねなんか、まあ、いろいろ使ったカメラの中で一番効率的に仕事はできてますね、うん、そういった面では、ね、N ローは結構おすすめのロうですね。はい じゃあまあ長時間の話は、ね、さっき出てきましたがちょっとね違いを言っておくとえっ、ー、と Z9 は 8K UHD 30P の H.265 の10ビットで125分、うん、取れますこれちゃんとねはい125分以上も全然いけるんですけど、ね、一旦そこで止まります安全のためのはいもう何回回しても止まったことないです Z9 は,い、はで Z8 はですね 4K UHD 60P が125分、うん、はい。 はい、で、8K は420の8ビット、はい、H.26 をです、ね、8ビットで90分。はいうことで、若干違いがあちなみに僕、テストしたんですけど、10ビットって書いてないて、うんで、やっぱり知っておかなきゃいけないです、うん、50分ぐらい。 あの時はプログレードを使ってましたけどカードによってだいぶ変わります、ね、そうですね、カードによっても変わってきますし、はい、室温によっても変わってきますのでそこはちょっと、はい、あのカメラだけの問題でなかったりするんですけれども、ねはい、ただ、まあ、カードをチっちゃいけないっていうのはもう当たり前ですけどなので、とはいえほとんどの条件で使えますよね、言ってしまえばね。ねはいはい、なので長時間撮れるありがたみっていうのはすごくあります。うん、はい であとはですねやっぱり 8K 先ほどちょっと出てきましたけど僕は、ね、あの例えば、納品がフル HD でも結構 8K 取っちゃうんですけどこれ理由があってクロップができるのですごい楽なんですよね要は面積で言えば 8K と 2K16、うん、倍違うじゃないですか 4K のプロジェクトでも2倍ぐらいはアップできるのでうん、うん、なので 8K 4K 分フル HD みたいな感じでクロップできちゃうので、うんはい、すごい楽、はい、であの今ずっと 8K って言ってたんですけど、はい、n ヌロの場合 8.3K <あ>もっとある、はい、なんで要はちょっとしたズームとかしていって最終的に 8K、まああのー、の映像の納品って 8KUHD って7680の、はい、あれなんですけどそ,、まあ、そこまでズームしていっても画質の劣化が一切ないんですよね。はい、ちょっとう あると110パーぐらいいけんのあそうなんですよで,すよ、ねうん、で10%パーぐらいじわーって動かしていくっていうのは僕もうしょっちゅう使うんでもうそれが劣化なしでいけるっていうのはすごいあり 8K キリキリだとねもうドリーしたりとか、うん、カメラを動かさなきゃいけないですけど絵で表現できちゃうっていうのは大きいですよね、はいはい、やっぱそういう面では 8K って今から使っておくといいですしあのちなみに僕これ今 M1 の、えー、と Mac で 8K 全然余裕です マックスかあ,あはいですねあ僕もね全く一緒ので 8K のローの編集はしてます<う>、はい、なので全然いけてしまうって感じですねはいじゃあ,あとはですねまあプロジェクトに応じてやるよって言ったんですけど僕実は SDR って言ってそのスタンダードダイナミックレンジ井上さん結構今 HDR が多いって言ってました、うん HDR, ねはい、HDR のまあログで撮影して、はいうん、HDR ッてい多いで,す、ね、であの Z8 のプロモーションを撮った時にえっ、ー、とい,いろいろ 考えた結果、うん、今回プロレス42 2 HQ で行こうって決めて <laughs> で理由が、ね、結構あるんですよ、あのこの Z8 っていうのはあの美肌の機能を詰めたりとかそういった機能を実はローだと、ね、使えないじゃないですかでもプロレスだったら使えるのでそういうのを使うとすごい後処理が楽なので、うん、使ったんですよね,すねローだと本当にセンサーに入ってきた光をそのまま記録してるだけなんで、うん、あので無加工なんですね。 まあそれがいい部分でもありデメリットにもなるんです、ね、あとレンズ補正も効いてるので非常にねありがたいんですよね。で,ね、はいでえー、と僕は井上さんに教えてもらったポートレートがいいよっていう話でずっとフラットで撮ってたんですけどポートレートで撮ってあのグレーディングするっていうようなちょっとプロジェクターなんであれですけどそう素直にね調整できるので本当にありがたいですね。なので 何のストレスもなく、あのまあ、ログほどのね。動かしはできないですけど、ね、ある程度もええ撮っとけばですね。すごい。ありがたい機能だなという風に思います。なので、そういった面ではね。すごくグレーディングしやすい素直な絵がね。取、うん、れます。これ井上さんのそうですね。はい、これワンダーマウンテンズの、はい。まあ、もともとログで撮ったやつを。はいまあ カラーグレーディングするとここまで色が落ちてくるよって感じで全然違いますね、はいまあ、N ログなんか癖があるとか言う人いるんですけど、うん、なんか僕はそんな感じは全然しなくて、まあ、慣れの部分もあるんですけど、ね、結局癖っていうのはやっぱそう使えば使うほどれそれが一番使いやすくなるんで、うんまあ、それと他のを比較しちゃいけないかなっていう、うん、慣れの部分を差し引いてやっと比較ができるかなっていう感じはあります、うん 編集ソフトもそうですけどね、まあ、慣れてもらってそこを生、まあうん、かしていけばいいその、まあ、伸び幅が、ね、結構あるっていうのが、うんまあ、Z シリーズかなというのは感じますねでは、まあ、仕事で使っててあこの機能はちょっとせっかく Z も今後使うとか今使われてる方がいたら、はい あのまたちょっとワークショップでは相当やりますけど軽くね入り口をご紹介したいなと思うんですけど、はいまあ、僕、大体まあ仕事とかまあドキュメンタリーとかもパッて行って、ね、いろんな記録を撮るときで,でも単焦点のレンズ使いたいというときは、まあ、DX クロップといって,て1.5倍になるんですけど、はい、あのニコンのカメラってあのファンクションキーがボタンがいっぱいあるので。はい そこに1個割り当てておくと、まあ、これだと 50mm のレンズなんですけどあのパッてボタンを押すだけで1.5、うん、倍,倍になるんですよね、ま、なので1本のレンズでパッパッて切り替えられるんで、うんまあ、ズームレンズ使わなくてもそういう映像は撮れるっていうのが結構ですねちょっと見せれるかなちょっと手元カメラに、はい、あのこの辺がですねファンクションボタンに割り当てれるものなんですけど もう皆さん、自分の使いたいものって人それぞれなので違うと思うんですけどもう本当にいろいろこんな機能がですね、これ、Z8 なので美肌効果とかもね割り当てれますし、もう、要はもうぱっと瞬時に変えるっていうのに長けてるカメラなので、ファンクションボタンの数だけ、その機能をね割り当てることができます。はい なんかあのこっちの肩とかにあるボタンってなかなか押すの面倒くさいんですけどここの指にあるのがすごい便利でなんか普通、ねグリップを持つだけにこの指三本あるんですけどまあこ,のこの2本薬指と中指も操作に使えるというのはすすごい強い強です今言われていたのは殺像範囲選択というやつですねこれを押すと,えと瞬時あ今ちょっと 8.3K になってるからだめですけど 4K の場合だったら使えます。 はい、上田さん何使いますか僕ね結構使いますけどその時のプロジェクトによって例えばすごい助かるのが Z8 だとこのマイク感度とか<ー> Z9 はですね,ねマイクここにあるんちょっと見えるかなこ,ここにここにねマイクのボタンが Z8 はあるんですけどマイクの音量とか テストさせてもらっていざ喋り始めたら思いっきりハイテンションだった人とかってもう <laughs>、ね、<laughs> どううしようみたいなのあるじゃないですかう、ね、リハと全然違うじゃんと思う人そういう時にマイク感度割り当てておくとそこでパパッと変えれるので救われたりとかっていうのはありますしだからもうその時のプロジェクトに応じて結構変えますアクティブ D 付けたりとかですね そうですねなのでコマンドダイヤルイヤ、あとゼブラの検出入れといたりとか、ねうん、ゼブラとか、はい、とピークのオンオフとかをもうもうパ,ッパ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 できるのでその時のあのプロジェクト次第でどんどん変えていきます、うん、ではちょっと画面変えてもらっていいですかであとはですね 8K 撮影とか 4K のインタビューとかでもうこれ神の機能だと思ってるんですけど僕は安心感という意味で。はいあの 拡大表示っていうのができるんですけど<ー>これ何かっていうとこれ動画かな、あ、うん、そう、録画中にあのカメラ側は拡大してピント位置見てサブモニターとかこう話しているモニターは普通の絵で見えてるんですよ。なのでやっぱりピントがちゃんと合ってるかどうかっていつも心配じゃないですか、ね、ちっちゃい画面って。ででもそここ拡拡大、大撮ってる側は拡大して見見えてて、る側はし見えうういう 他のモニターには前景が出てるっていうところ、そのままのよう見えるっていうのはこれはね、すごい助かる。中撮ってる間にできるカメラってあんまりないそうなんですよね。結構こうインタビューとかしてると、やっぱりこうちょっと緊張したりとかして、ちょっとこう前前後に動く人とかもいるじゃないですか。うん マニュアルでやってたらドキドキして、8K だったらバレるじゃないですかの僕も本当にこういう環境で使うときは、ずっと拡大しっぱなしにしてるときもあります、カメラ側は。で、サブモニターかなんかつけておくと、すごい前景も見えるので、楽ですしね。で、やってるときは結構これはね、一つの機能としてはありがたいなというふうにね、あとはですね、あとね、7分分しかないごめんなさい。 でまあ、先ほどちょっと言った 16mm のフランジバックの話は先に話しちゃったので,、はいはい、であとはまあ僕、結構こういうプロジェクトによってはシネマレンズとかつけたりあこれあの PL マウントのレンズですけどうそういうのもつけれますしあとは、えー、とアナモのレンズとか結構、えー、と種類が結構いっぱい出してます、ね、結構今、いろんなメーカーが出してますし。たね、うん アナモってこんな安く買えるんですねですね。思う思う昔めちゃ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 高いかプロジェクター用のアナモ光ですよね。どっちかでしたから。あの今フィルターでこうなんかアナモ風の光が出る。あれやっぱ光がコントロールできないのでそうですよね。やっぱちょっと本当輝度のある部分にこう光がねのの作ってる満足感がちょっと少ないそうですね。やっぱそれなりのレンズの方は。であのディスクイーズっていう機能はついてないんですよね。あのアナモってこう スクイーズっていうので取ってあとでこう伸ばすわけなんですけどあのその機能は Z9 にも8にもないんですけどモニターに結構、今そういういの 2>,、うん、2万円ぐらいのモニターでもあるので,いるでそ,うもうそういうのでいいかなっていう感じでね、はい、今見てます。はいなので、ね、これちょっとあのシネマティックな、ねうん、あの表現なんかもできておも、ね、面白いのでやっぱりこのフランジバックが短いっていうのもすごい実はメリットかなというふうにねもう他社さんのレンズ大体つきますね。 全部つきますね、ほぼ。そうですねだけつかないあれはマウントがね、でもほぼオールドレンズで言えばほぼつきますし、後玉がちょっと出てちゃまずいですけど、なので皆さんのレンズワークとかね、そういう個性というのも出しやすいカメラなので、F マウントの時は最長の逆だったんですよね、何にもつかないレンズがてかないけど、今はでもつくので、そこは安心して使っていただけるかなと思います。 はいということでちょっと質疑応答を先にしたほうがいいですかで、まあ、あと 3, 3分ぐらいなんですけど <laughs> ない <laughs>、うん、あのこの後です、ね、あの先にあの告知だけしておきましょうか15時半から17時30分まで、えー、と3回ですねワークショップを、えー、やりますでこれはあのちょっと事前予約であのカメラを触れる人はもう決まってるんですけれども もうちょ,っとちょっとニコンの機能を知りたいなとか今、ニコン持って,てあてさっきやったようなのをもっと細かく今回やっていくつもりなのでちょっと機能を知りたいなとかっていう人はあのちょっと立ち見にはなってしまうんですけれどもあのぜひあのお越しいただければと思います、はい、で、えー、と立ち見の方は15時25分から。 えっと、F3 の、はい、でエ、はい、上がったすぐのところですねでで、受付ありますので、はい、もしお時間許せば、ですねあのご参加いただければと思います、で特に見どころでいうとあの、井上さんのカラグレー、はいね、リアルタイムでやっていただきますので、その辺のワークフローって、やっぱりローって、なんか自己流が多いじゃないですか。 合ってるでしょうけどでもやっぱりちゃんとしたのを見るのも大事かな僕も半分自己流なんですやも半分習っている部分もあるんでこんなことができるんだっていうことが分かるだけで全然幅が広がると思いますんで。というような感じで2時間のワークショップありますのでちょっと長い分いろいろやっていきますので細かい質疑応答とか本当に細かいことを掘り下げていきたいなと思ってますんでよろしくお願いします。

聞いていただければと思います今ねブースにね新しいレンズの1 3 5ミリのプレナがあるプレナがありますからあれやばいですね後半のあのワークショップではプレナの作例というかそうですねもう流したりはしまちょっと見せますね寄っててくださいなので今たくさんのレンズも出てますのでぜひあのタッチアンドトライしていただいて良さを知っていただければと思いますそんなですか大丈夫ですかね巻いてしまいました僕らまさかの でいで 2>, 2分しゃべりますけどじゃあ、しゃべりますか,ますかはいえっと、じゃあですね、前<あ>さん、3台、今日うも持ち歩きょうはね、えー、Z81 台と、Z92 台、これ、なんでそんなに持ってるかっていうと、あの2日目でインタビュー取ったりするんです。 本当時間のないときだと静止画も押さえてください。もう一人いるじゃないですか。もうこっちは無人で動かして取るという忙しい仕事やってたりする。なんかさ一ラット映ってたこういうセンターフォローのスライダーもなんか超今日持ってきました。キーボードみたいなですね。なんかガチ持ってきたんですかみたいなこがあったんでちょっとねああいうワンマンディレクターっていうんですけど、ああいう面白い機材もいっぱい出てくるのでぜひで見に来てください。はい。 そん,そんな感じですかね、はいはい、ありがとうございました <laughs> ありがとうございました